フォージャサイトは、ゼオライトに属するシリケート鉱物の一つである。骨格コードは、FAU である。含有する非イオンの違いにより、ジャサイト NAA、フォージャサイト MG 及びフォージャサイト CA が知られる。これらの基本化学組成は 3.5AL7SY17O4832H2O、SI、であり、非イオン含有量は、実際には様々である。天然の鉱物としては、 世界の数箇所でしか確認されていない、珍しいものである。一方で、工業的に幅広く合成されているゼオライトでもある。比較的 AL 量が多いものは、X 型ゼオライト、AL 量が少ないものは、Y 型ゼオライトと呼ばれる。前者は、高い音交換容量及び浸水性を持つ、吸着剤として重要である。後者は特に石油化学産業における、 流動接触分解の個体産触媒として使われることから工業的に非常に重要な材料である。ホージャサイトは1842年にドイツのバーデンビュルテンベルク州のサスバック及びカイザーシュトゥールにあるリンバーグカリーズという場所で最初に発見された。ホージャサイト CA、ホージャサイ MG に続きホージャサイト NA が1990年代になり見つかった。 鉱物名の由来は、フランスの地質学者であるバルテルミー・ホジャド・サンフォンに由来する。フォージャサイトは、玄武岩、ホノライト溶岩及び業界岩中に変質鉱物、または、磁性鉱物として存在する。他のゼオライトや、観覧石、オージャイト及びネフェリンなどと混合して存在する。フォージャサイトの骨格構造は、ソーダライトケージと呼ばれる、 キレいただき八面体構造が六角柱を形成するように連なることで形成する。最高は三次元的に結晶内を広がっている。酸素十二陰管からなる最高の大きさは約7.4である。最高内に存在するケージの直径は十二であり、これは十のソーダライトケージに囲まれて形成する。単位格子は立方省であり、ヘルマン・モーガン記号は CF576、対称性は FD3 メートル、ナンバー227である。こうして数は24.7である。放射サイトは、他のゼオライトと同様に、アルミン酸ナトリウムなどのアルミニウム源と、イ酸ナトリウムなどのシリカ源から合成される。カオリナイトなどの他のアルミのケイ酸塩も、原料として使われる。これらの原料を水酸化ナトリウム水溶液などの、 アルカリ条件下で溶解させ、およそ70から摂氏300度の条件下で結晶化させる。一般に、ゼオライトは SI、AL 比が高くなるにつれ安定性が向上することから、比較的 AL の少ない Y 型ゼオライトは、高温条件下で安定な個体産触媒として利用できる。まず NA 型の Y 型ゼオライトをアンモニウム型へイオン交換処理をする。 その後、摂氏500度以上で加熱することで、アンモニアが脱離し、プロトン型となる。Y 型ゼオライトに対し水蒸気処理を及び酸処理により、脱アルミニウムをすることでさらに安定化できる。こうして得られたものは、ユジーゼオライトと呼ばれ、工業的に重要な触媒である。さらに徹底的に、脱アルミニウム処理を行うと、シリカのフォージャサイトが得られる。フォージャサイト、 特に Y 型ゼオライトは重油からガソリンや軽油といった軽質な炭化水素を得る流動接触分解の触媒として使われる。白金やパラジウムを炭治させることで水素化分解に用いることもでき、方向族に富んだ生成物を得ることができる。一方、X 型ゼオライトは吸着剤として有用である。比較的大きな分子の吸着に使われる。 モレキュラーシーブ 13X として知られる。また、ガス流から CO2 を選択的に吸着することが報告されている。空気分離において空気の予備生成に使われている。ありがとうございます。